一、一、一、九。はい、どうも、ほぼ中です。お疲れ様です。お疲れ様です。今日は見てください、山ちゃん。これ。紅葉綺麗ですね。あ、そうですね。紅葉綺麗。え、これな。紅葉が綺麗な中で、紅葉綺麗な中で、このスバルのサンバートラック。はい。サンバートラックの、ちょっと紹介したいと思います。はい。どう、このドヤ顔。ドヤってなってますね。なかなかスバルのサンバ乗ってる人おらへんから、これ多分スバルのサンバをこれが買おうという人からしたら、すごい興味のある動画になると思う。間違いないね。間違いない。また買わせようとしてるんでしょ。そう、スバルの回し物です今回は。ということで、ね、これスバル、これ朝知ってんけど、これダイハツのパクリです。ダイハツ、そうやね。形はダイハツのパクリ。そうやね。はい。でいろいろコメント来てました。OEM ね。OEM、うん、OEM。ということでこれダイハツが作っててスバル仕様です。はい。だからエンブレムがスバルなんですよ。スバルですね。スバル。これ以外は全部ダイハツです。です間違いなく、でもこれ新型やね。新型やね。新型やから、ここのカメラとセンサーで人を感知して止まんねん。あ、はいはいはい、はい、っていうことで、わかる？え、そこ立っとって、もうだい、ちょっとそこ立っとって、ここですか？ちょっと止まるから。じゃあこれセンサーで自動ブレーキがかかるからやってみたいと思います。お願いします。で、なんでカメラ守ってるしな。絶対50キロ出へんよ。あ、止まった。止まったね。もうちょっといいんじゃないですか。もう一回やってみましょう。中さんブレーキ踏んでない。さっきより近かったね。さっきより近かったね。でも止まってるね。スバルのサンバーは止まります。止まります。ちょっと怖かった。ちょっと怖かった。最後はね。最後ね。いや、俺今までほら幾度となく止まらんかったやんか。止まらんかったって。止まらんかったやんか、うん、それしか見てへんから、その印象しかないよね。止まらんかったけど、これ止まる。止まるね。止まりましたね。びっくりしました。このスンバしたスバルサンバーの威力を見た。見ました。これはほんまに止まる。これ止まります。はい。ということでね、今センサーのブレーキテスト、自動ブレーキのテストは終わりました。止まります。止まります。あとはもうヘッドライトはハロゲンです。ハロゲン。ハロゲンのヘッドライトがついています。はい、なんと見てください、ここにスモールポジションがついてます。いますね。ラグジュアリーでしょ。いや、誰でも。かなりラグジュアリー。どれもついてます。どれもついてる？どれもついてます。大体。ただこれデイライトがない。デイライトは、ね。デイライトがない。いります？デイライト。デイライト欲しいですね。あとね、これ見てください。これラジオのアンテナ。ラジオアンテナ短いやろ、はい、こんな短いやろ、こんな短い、こんな短いのにな、タラララララーン、タタタタタタ、こんな長い、長い長い、俺の身長手伸ばしたより長い、うん、これアンテナのあの先っちょのボールとかつけたらもうポキンって折れそうやね。ボールつけようか。ボールもつけますわ。折れそうやけどね。なんかこうやってラジコンみたいにここに紐つけて、ここと要はそこにあの入れてありますよね。なんかポコッと入れてる、うん、なんか入れてはるし、それはようやらんわ。折れんのが嫌やからよね、多分ね。これかなり伸びる FM AM アンテナがついています。伸びてますね。あとね、ミラーは自動じゃないんですよ。これは手動のミラーです。うん、手動ミラーでメッキはついてないです。安く抑えてるんで。安くね。はい。こんな感じですね。あとドアなんかはこの辺の造形がいいですね。ここドア見て、はい。このプレスライン。ここでプレスライン、はい、これこう行きそうな感じだけど、ここで一旦プレスライン入れてからのここのプレスライン。はい、もう王と突。王突からの、はい。おー、突、おー、突、はい、このプレスラインのドアの作り込みが半端ない。半端ないですね。半端ないんですか。なかなかできへん。普通っすよ。横来て。はい、横ね。見て。これな、ここ足乗せるステップがついてんの。お、ほんまや。足乗せるステップが乗り降りしやすい。ほんまやね。ここ見て、グリップもある。多分グリップじゃないですね、それ。それグリップじゃないですね。ここ持って、ここ持って、乗り降り。めっちゃ乗りやすい。うん、足、うん、もう乗りやすい、ね。ちょっともう一回乗って、上でどうやってしてください。ワン、ツー、スリー、ドー。
どうやってなってる。乗りやすい。乗りやすい。降りる時も安全、ここ持って、ここ持って、足乗せて、どう。いいですね。安心安全設計。さすが。これ多分俺のスバルのサンバしかないと思うわ。いや、みんなありますね。うん、みんなあります。ここにバッテリーが、ここにバッテリーがついてます。バッテリーがね。バッテリーついてるけど、バッテリーを、はい、もう裸じゃなくてバッテリーを守るカバー、うん、カバー、みんななんか昔の軽トラって裸っすよね。裸やろ、ね、それが今バッテリーを守るカバー君が、ね、これがすごい。ちょっとエンジン切りますね。今ここ奥伊吹やから、はい、帰りガス欠だったから、ね、あとこれシャーシー見てくださいよ。シャーシー、この武骨なシャーシーが、はい、なんか心くすぶるやろ。なんてやろ、こう見て、うん、ほんで板羽、板羽2枚も入ってる。2枚、これ3枚ですか。3枚かな、3枚入ってます、うん、しかもなんか C、うん、俺のプラス CHIB5100K やから。これ分からんすね。分からんな。なんか分からんすね。頻繁書いてます、うん、一応ね、後ろはブレーキは、これはドラムブレーキなんですよ。ドラムなんですね。でも前は見てください、これ見て、おっ、ディスクブレーキなんですよ。ディスク見えにくい、見えにくいけど、これキャリパー、キャリパーあるね。こうキャリパー、ブレンボのキャリパー入ってる。ブレンボじゃない、ブレンボ、ブレンボじゃない、ブレンボかブレンディーかわからないけど、キャリパーついてる。これこれが、はい、もう前だからブレーキかけたらグーって下がるね。はいはい、はい、もうブレーキを軽くグーって踏みながら、前を沈めながらカーブを曲がると、はい、コーナリングが安定する。安定する、グーッすごいね。沈めてバイクと同じじゃん、はい、バイクと同じ、沈めて曲がるみたいな。わ、はいはい、かります。クイックに曲がる、クイックにね。そうだから、もう軽く踏む、これタッチだけでもう安定する運転が。そう、あとね、これ横煽りなんですよ。はい、煽りやねんけど、ちゃんとこれ横にフックついてます。シートの、ね、荷物積んだ時縛る用の、はい、縛る紐とかのフックがついてます。あ、上も下もついてるよね。これも、あ、下もついてますね、うん、下も1個、うん、2個、3個ついてるから、うん、これはもう軽自動車としてはすごい、はい、いい、使いやすいように作ってますね。じゃあね、ちょっとこの煽り開けてみたいと思います。やっと来ましたね、はい、本題に。これ長かったここまで。煽り開け方やねんけど、はい、トラックやったらキャッチって縦にあるやん、うん、そうですね、ガチャンガチャンって、うん、わかる、はい、わかる。これ同じトラックやねんけど、キャッチ横向きやねん。横ね、これが斬新やろ。斬新ですね。普通やったら縦向きやのに、はい、横向きのキャッチやから、うん、なかなか。あとトラックやったらガチャってやったら、こうガチャってパクって開くやん、はい、これパクって開かへん、ここで止まんねん。あ、そうなんですか。これだけでも大丈夫や、パクってなれ、ほんでから後ろのこっち見てもらえる、後ろの煽りからキャッチが出てんねん、うん、ほんますね。これをこうやって止めるだから、うん、要するにこれだけで開くねん、うんうんうん、これだけで開くということは、普通のトラックやったらここにほら土、はい、があるやんか、はい、その分のスペースがいらんねん、はい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 、すごいこれ考えられてる俺のサンバ。でもちょっとなんかやっぱ昔のやつと違うね。なんかここにここら辺なんかちょぼってなんかこうバネみたいなって、バネみたいなペロンってなったあったじゃないですか。あれないですね。これサンバの専用設計。女性でも開けれる、開け閉めしやすい、優しい。ほんで、まあ本前やったらちゃんとこう開けんの。はいはいはい。開けんの、こうやって開けんだけど、これだ。それ。そこでキャッチ逃げるんですか。こう飛び出してるやろ、はい、このキャッチは逃げ場所をちょっと移して、このキャッチ逃げるとこちゃんとここ作られてんね、見て、フォークでやろ、ほんだら ここの下、はいはいはい、ステップの下に逃げんねん、ここ、はい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 、その下に行くんですね。こう開けた時にキャッチが当たるっていうトラブルがあったから、はいはいはい、ちゃんと考えて作られてんねん、はいはいはい、すごいやろ。足のほんだら一回ちょっと煽り全部開けてみようか。全部ね、なサンバトラックの煽りを全部開けてみたいと思います。後ろももうこれだけで開きます。これちょっと僕のグレードが低いから、はい、こうチェーンがないんです。チェーンないんで、ね、チェーンないんですよ。チェーンです。はい、後ろ開けて、で、あと横を開けたら、ちょっとこれ誰のゴミ捨てていってんってこれ。絶対やる思った今。これ本舗中の本舗中のトラックじゃん、これボーイ捨てたよこれ。絶対やるもんた。やめてもう俺へこむわ、もうカメラ止めてもう嫌なってきた。まあ、もう行こうか。はい、煽りを切ると このようにどうですか、この広い荷室寝れるんちゃいます。そうなんですよ、いいとこに気がついた、うん、だからこれから俺ここにテントを張って、はい、キャンプしようと思った、
はい、あんなでもちょっと下あれない、なんか引かんとわかんないね、やっぱりね。もちろんマット。あ、ね、もうそれはもう眠りっち。眠りっちね。眠りっち。もう眠りっち、もう。眠りっち直ですか？なんかコンパネとか引かないんですか？あ、コンパネは引きますよ。コンパネ引いて、テント引いて、はいはい、ほんでもう眠りっち。はいはいはい。眠りっちダブルで、もうダブルでも贅沢に眠りっち2枚引いて。ここで、ね、テントやりたいと思います。はいはいはい。テント張ってね、キャンプしたいなと思ってます。この前ほんまにテント買いに行って。はい。ワークマンに。はい。仙南まで。はい。いろんな柄あんねんけど、俺が欲しかったグレーのなんか唐草模様のだけなかった、うん、あれみたいにしたいじゃないですか。そんなあれちゃんとしたテントじゃなくて、大工さんみたいにここに支柱立ててんで、もう普通にトラックシートビロって。そうだと俺もうホルシャーに買い替えるわ逆にね。逆にそう、まあこんな感じでね、これ開けるとなんかもうトラックみたいな感じでしょ、はい、今が積み込むよみたいな感じやんか。なあらあらいいみたいな感じ、こんな感じちゃう。だいたい運転してこんのやろ。ほんでリフトも回ってるやんか。どこ行ったの？なんかこんな感じでずっとボーってしてるやんか。ほんまこのリフト、あー言うて、でオラ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 言うて、オッケーですみたいな。積み終わりますみたいな。な、よいしょ。まあそんな感じでね、ここに積んでちょっといろいろやっていきたいなと思ってます。はい。あと、うん、まあここ俺のトラックだけだと思うんだけど、はい、ここヌコの耳がそれみんなついてますね。そみんなついてる。みんなついてます。これでもシートかけるときここで破れるから、はい、ここ毛布とか当てて、はい、当ても当ててシートかけると破れるから。なんか木で面にしてる人とかいるよね。そこに木乗せていいですね。木で面いいですね、うん、木で面にしてる人がいる、ね、面にしてやってもそう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 、あいいですね。それもちょっと1個ですね、うん。それとあとはまあまあここにもフックがあって、もうねフックがいっぱいあるし、うん、フックいっぱいあるですね。このグリップも、まあ、ワンチャン、うん、フックになる。これ、うん、ワンチャンフックになるからこれも便利ですねそれグリップじゃない、もともとフックです。それはいやほんまにあとこれも後ろの荷物がドーンってきたらガラス割れるやろ、うん、はい、だからここに格子がついてるね。いや来ますよ来ますよ。いやもう荷物がもうこれ、うん、多分もう2トンぐらいまで耐える絶対無理ですでももうガラス守ってくれるから、もうほんまこの格子、格子でこの柵はもうすごい、はい、もうこれはもうサンバル専用設計です、ね、専用でね。なんか、うん、しっくりこないですけど、え、これみんなついてる？みんなついてるんだ、大体ね。マジ？うん、みんなついてる。ついてたかな。そうそう、これでも、うん、やっぱりよく荷物でバーンなって壊れるから、そうなんです。もうこれボルト4本で止まってんの。新しく変えられるようにね、すぐ変えれるように脱着できるように4本止まってます、はい、多分そうじゃないと思う。そうじゃない、まあ、あといつでもほら自転車とか荷物積んだ時、はい、これ縛れるようにゴムも、それいいですね。これなんかうん、こうなんかここにほらガッチャとかかけてトラック食うやろ、はいはいはい、おこいつやるなみたいな感じで、うん、ちょっとやるんやなっていう、やるやなみたいな感じやろ、うん、そうこんな感じでねそうですね。まあサンバーのまあ紹介そんな感じですかね。そんなもんすか。あとまあサンバーだけにここサンバイザー、はい、サン、あとねミラー見てくださいミラー、このミラーのこの下にアンダーミラーついてんのよ、はい、このアンダーミラーでここが見えるから、はい、ここで子供とか遊んでるやつが、はい、もう目視では見えへんやん、はい、でもこのアンダーミラーで子供がおるとか犬がおるとかで分かんの、はい、これもすごいなんかこうドライバーとここで遊んでる子を思ったミラーです。このミラーもなかなか本当にいいですそんな感じですね。あとはこれワイパーあんねんけど、僕のこのサンバーね、はい、ここからね水が出るんですよそれなこの間見ましたね。あのね、うん、いや僕もあれ驚いて、はい、うん、驚きましたね。驚いて、うん、あんな、うん、窓ぶわ汚れとって、はい、ほんでワイパー動かして、はい、ほんちょっと手がちょっとバタッと当たって、はい、ほんで水がビューって出て、はい、あれ水が出たと思って、ほんでもう一回ちょっとやったらまた水がビューで出んねん、はい、ほんでワイパーが動いたらガラスが綺麗なんねん、はい、もうすごい機能がついてんねん。普通です。放射器普通です。え、そうです。あ、こっちの話じゃないよね。このこうこう、いやこれ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 、うん、こういうのはみんなついてる？え、大体ついてます。ついてたかな、うん、こう。あとヘッドライト、はい、ヘッドライトは、うん、これもさっきも映したけどハロゲンやから、うん、ハロゲンですね。豪雪地帯っても溶けるから溶けます。めっちゃいい、はい、もういちいちほらなんかこう、うん、こう書きに行かなあかんやん雪 LED とかやから、はいはい、これ書きに行かんだもん。ということでね、はい、僕のスバルサンバートラックちょっとゆっくり紹介してみました。まだねこれからまたぼちぼちちょっとずつね、ぼちぼちちょっとずつ紹介していきたいと思います。内装やなんかするんですか？内装はねちょっと今日やったんです実は。あ、そうなんですね。それは後々やね。後々です、はい、はい、ということでね
長い時間ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。もうね、紅葉も深まってきた感じでね。そうなんですよね。サンバーと紅葉と仲いいみたいな感じで、うん、名前言うと思ったどうですかこれ。いやいいなこれ、いいですね。じゃあね皆さん、よかったらチャンネル登録と、いいねボタン押しまくってください。そんなん言うようになったんですね。なんか負けてられへんなーってそうね、そう、そんな感じで、はい、はい、じゃあ今日は終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。こっちさん。